菅井優香の馬友になってくれませんか。今回の馬友は立東トレーニングセンターで矢作厩舎の皆さんにお話を伺ってきました。はじめまして、菅井優香と申します。矢作先生、古川ジョッキー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めて立東に来させていただくなら、もう矢作厩舎にお邪魔させていただきましょうとスタッフさんにお世辞でも嬉しいね。もう絶対にお伺いするべきだって言っていただき、今日はお忙しい中お時間作っていただきありがとうございます。ありがとうございます。海外のレースでも次々と勝利されていて、常に最前線でご活躍されている、その秘訣とかってお聞きしても大丈夫ですか。秘訣そんな、ね、何かそういうスペシャルな手段があるんならね、教えてほしいぐらいですけど、まあ多分こういろんな経験をスタッフも積んできて、はい、海外慣れしてるっていうのかな。結構やっぱり海外に行くとこうちょっと予想行きになっちゃったり緊張したりっていう人が多い中で、うちはもういつも通り楽しく笑いながら仕事をしてるんで、それが一番かなと思います。やはりもう雰囲気とかも全然違って、それが動揺しちゃうこととかも。そうですね。それとありがたいのはこう複数で2頭とか3頭とかで行くことによって、馬も人もリラックスしてるっていうところはあると思います。挑戦し続けられることが大事。そうですね。数々失敗もしてきましたからね、それが今少し生きてるのかなと思います。世界の矢作とも呼ばれていらっしゃる先生ですが、もうぜひ海外に行かれるとき私もそうですね、取材させていただいていいですか。楽しいですよ、向こうで美味しいもんでもね、食べれるように。ありがとうございます。先生が厩舎をまとめられる中で大切にされていることって何がありますか。任せるなら全面的に任せることでしょうか。中途半端にたまに口出したりとか、そういうことをするとあんまり良くないのかなと思って、もちろん僕が決める部分は決めますけども、そうでない部分、スタッフに任せられるような部分は全面的に任せる、信頼する、それが一番だと思ってます。そうなんですね。確かに任せるっていうのはかなり勇気がいることになりますが、いや僕はあんまり勇気がないんですけどね。でも任せられる方の人もやっぱりそれだけの責任感が生まれるし、しっかり考えるし、調教師がこうしなさいああしなさいって言ってそれをやるだけだとスタッフは考えてくれないけれども、うちのスタッフは自分で考えられるところが強みかなって思ってます。信頼関係がちゃんと出来上がってらっしゃいますね。そうですね、はい。ここは抜けたが9番のジュストコル、ジュストコル、そして2番手は2番、しかし9番のジュストコル、2番も追いかけているが9番のジュストコル、勝ったのは9番のジュストコル。古川奈穂ジョッキーは、はい、怪我から復帰後すぐに初勝利を飾られていて、いやおめでとうございます。ありがとうございます。レースいかがでしたか。そうですね、本当に復帰の週からたくさん馬に乗せていただいて、騎乗以来いただいていたので、本当に一くら一くら一つでも上の着順をという気持ちで全力で乗っている中で、最後日曜日に最終レースで勝たせていただいて、すごくほっとしたのもありますし、とても嬉しかったです。すごい粘りでしたね。そうですね、馬が本当に強かったので、久々の勝利で人間の方が焦ってしまっていたかなというところはあります。すごい怪我後ももっとやってやるぞっていう気持ちで出られましたか。ね、はい、2024年でやっと一つ勝つことができたので、しっかり結果出していけるように頑張りたいなと思います。先生から見られていかがでしたか。はい、一言、馬が強かったですね。そうなんだ、はい、そうなん
ただやっぱりそれだけの馬を任せていただいた、乗せていただいたっていうことに一番感謝してますし、一番嬉しいことですね。そんな先生から見られた古川ジョッキーのいいところってどこですか？いいところは真面目かな。あれも大事ですね。もう面白くないぐらい真面目です。そうなんですね。なんかこう優等生が服着て歩いてるみたいな感じで、劣等生の僕としてはあんまり嬉しいです。でもいつも真面目に考えられたりとか。そうですね、ただもう本当常日頃先生からも言われているように、真面目だけではやはり言われたことをやってるだけではジョッキーとして体制しないと思ってるので、しっかりこれからは先生の期待にも応えられるように、自分から動いていけるように、自分からいろいろ発信していけるようにしていきたいなと思ってます。素敵なコメントで。そうだ、キャダがそうだからしょうがない。でも確かに、でもいいところ、素敵なところですね。そんな逆に古川ジョッキーから見られた矢作先生はどんな師匠ですか？そうですね、本当に厩舎の、ま、ず先生が先ほどもおっしゃっていたように、厩舎の方を信頼されていろいろ任せてやってらっしゃるっていうところで、厩舎の雰囲気もすごく、皆さん常にこう上に上にっていう気持ちで仕事されてますし、そういう厩舎の雰囲気作ってらっしゃるのはやはり先生のそういう人柄のところだと思いますし、世界でも本当に活躍されてるので、本当にトップステープだなっていうのを身をもって感じてます。横にいたら悪いこと言えるわけないじゃないですか。でもね、人でもそう思われてる、普段から信頼されてる、いい関係性なんですね。じゃあどうぞ中入ってください。やった、お邪魔します。サンライズソレイユ3歳ですね。3歳ね、はい、綺麗ですね。いいですか、触らせてください。ありがとうございます。あ、かわいい、綺麗な顔。いやここでかわしたサンライズソレイユ GT スピードは2番手サンライズソレイユ、絆産駒のサンライズソレイユ新馬勝ち。まあ、サンライズソレイユは新馬戦勝って2戦目4着だったんですけど、3戦目を迎えて、はい、すごい楽しみです。先生から見てこのサンライズソレイユの期待とか。まあ血統もね、いいけど、馬もセレクトセールでそのとっても惚れ込んだ馬ですし、はい、まだまだこれからですけど、おそらく将来的にはすごい出世してくれるなと楽しみしてます。で、担当の吉田です。あ、吉田さんありがとうございます。あ、食べた。服をさっきから、ね、服を食べちゃうんです。まあ、ちょっと噛むぐらいじゃん、大丈夫。あ、よしよし、お茶目で可愛いです。はい、吉田女子は昔、はい、前ラブゾーン DU でいっぱい G1 も買って、はい、で今は新エンペラーとこのサンライズソレイユを担当してくれてます。そうなんですね。いかがですか、普段のサンライズソレイユは。まあ、おとなしい馬ですよ。やっぱ背は大きいですけどね。性格はおとなしい。おとなしいですね。すごい。確かになんか構ってちゃうんで可愛いですね。新馬戦で の最後の足もすごく癒しを使われてて、やっぱり今後どんどん勝っていきそうな。そうですね。成長。まあ、本音はもっと楽に勝てると思ったんですけどね。そうなんですか。意外にもたもたしてましたね。お姉さんが秋華賞やジャパンカップで2着の成績で、その、はい、期待も大きいです。そうですよね、決闘面で期待してます。ちなみにそんな普段その馬を管理されていて、はい、気をつけられていることとかありますか？気をつけてることは、まあ、不安ですね。まあ、馬の個性とか、まあ、その時々の状態を見極めて、まあ、柔軟に対応できるようには心がけています。あ、普段からもちょ朝早くから毎日お世話されて、体力とか気力も必要な職業になられるかなと思うんですけれど、やっぱりその原動力となっているのはどんなことですかね。まあ、馬が好きなことですよね。ああ、馬への愛情。そうですね。どんな時にやっててよかったって思われますか？
まあそれはもちろんね、勝った時が一番嬉しいですしね、大切に。まあでも無事に競馬を上がってくることが一番じゃないかなとは思います。一番無事に帰ってきて。そうです。ありがとうございます。すっかり気に入っちゃったそんなに寄らないですけど、俺には寄らないよね嬉しいです。なんかもらえると思ってるから可愛いですねいやいや、感じあげた。ありがとう。あげた方がいいわ、そんだけ使ってきた。いやー、人参食べるかい？あんまり食べない。普段あんまり食べないんですね。うん、ちょっと戸惑った食べ方で。そうで、もっとパクって。でも食べた。食べてます。あげる人がいいと言ったの。人参があまり好きじゃないんですか？多分そういうの好きじゃない。あ、珍しいですね。確か初めて会いました。あ、好きじゃない。人参を好きじゃない。やっぱりたまに食べないのか。たまにいます。ありがとうございます。じゃあ最後に私の吉田さんの目標をお伺いしてもいいですか？まあ、新エンペラで皐月賞ダービーと勝って、まあ、秋は凱旋門賞に行きたいなと思ってます。期待しております。楽しみに。応援よろしくお願いします。応援全力で応援させていただきます。矢作さんは、先生はいかがでしょうか？はい、僕より大きいですね、目標がねかなり大きいです、はい。まあ、本当に国内 G1 はちょっと取れてないんで、国内の G1 レース取りたいこと、特に、まあ、新エンペラ含めてね、クラシックレースに勝ちたいですね。たくさん可愛いです。いや、もう全力でファンの皆さんと一緒に応援させていただきます。楽しみにしております。はい、いや、今日貴重なお時間ありがとうございました。いやいや、楽しかったです。また遊びに来てください。ありがとうございます。嬉しい、こんなに仲良くなれて嬉しいですありがとうございます。食べられちゃいますありがとう。何かな。あ、でもすごい上品な。あ、出した矢作厩舎の皆さん、お忙しい中ありがとうございました。次回の馬友もお楽しみに。